本日は五三川でシャーベットヘアチャンネルさんと対決企画のロケをしたいと思います。どうもキャスティングチベーションモンです。今日それやるの？キューさんもやってよ。いや前回ね五三川に来ていただいた時に私たちはなんと対決していただきました。私が勝利しちゃいましたので。やったね。あの私今回はボコボコにされるかもしれない。いやもうでも2連勝を狙っていきますので、一日中雨の予想ですね。なるほど。長靴忘れましたけど、ね。違う。朝から。長靴忘れるわ。変更忘れるわ。散々ですね。スタートがね。スタートが。ハンデをくださってるんで、ね、まあ勝てるんじゃないかなと。ハンデ長靴出した。確かに。まあまあ。ちょっと気持ち悪いっていう。まあまあ、不快になっちゃいますか。買いに行こうかな。長靴ねえの超辛いな。これぐちょぐちょになっちゃうよ。これ水門開けてるってことですかね。めっちゃ長靴欲しい。これ流れきついとやっぱきやばよくないですか。でも僕は何も流れてないより好きなの。あ、なるほどなるほど。すごい流れてる。お、なんか跳ねたぞ。なんかおるぞ。あのストレート 3.5 インチのダウンショットで狙っています。今日はねかなり誤算に合わせた釣りで展開していく予定です。水深はこのぐらい、このぐらいですね。1メートルぐらいかな。1メートルないね。今スイミングダウンショットのスイミングで狙っております。流れが強いのでかなりドリフト気味。おお、なんかボイルっぽい。大きめがいい。何かポイントキーポイントを見つけたいね、こういう時は。ただこれ条件が時間ごとに変わってきそうなんで、瞬間に釣らないと求め釣りは難しいかなってところだね。魚の計測とかしてると多分間に合わないかな。ちょっと考えると一本一本釣っていくしかないのかなって気もしますけどね。ただやっぱりあと10分、20分、30分ぐらいのピークがどっかで来ると思うんで、そのピークをしっかり抑える。そのピークで釣り切っちゃうっていう、そんな展開な気がしますね。コンスタントに釣っていくのは難しい状況。こういうのはね、水門の開閉によって水位と流れが変わるのでね。今日はそんな展開になるんではないかという予想で釣っていってみます。ゆうさんどうですか？ダメです。いつも通りです。こっちも異常なしです。流れがね、流れがめちゃくちゃ強いです。強いですよね。嫌がってるかもしれませんね。もう俺ね、さっぱりわからない状態なんで。あかん、当たった当たった。マジっすか？当たった当たった。あー、歯型残ってるこれ。マジっすか？
やばいこれ今の全部嘘ですからね流れがとにかく速い子さんが集まってます。水門をね開いてるようでですね、いつも以上に流れが出ております。ね、橋脚のところとか見るとね、この流れてる感じがすごいよくわかると思うんですけども、ゴーゴーと流れておりますね。そんな感じの本日ご参加攻略していきたいと思います。すごい増水なんだやっぱりこれね。え、木がだってね、ちょっとタックルを追加したぜ。ベイトタックルで行こうと思います。ここはなるほど、ベイトタックルだったね。これスティーズフロップでも弱いなけど、ちょっとテストで使いたかったこのブレードウェイカーがあるから、こっち行こう。でもさすがにこんなに増水を想定してなかった。ちょっと雨が降ってるぐらいかなと思って、梅雨も明けるかもしんねえみたいなこと言ってたから、ね、今日やばい、めっちゃ怖い。連休明け本当ですよ、ね、大増水なんちゅう時に来たんだ俺、怖いな。前半戦がそろそろ終了しようっていう時刻なんですけれども、まあまあな苦戦状態です。解決と言いつつですね、3人で苦戦してる感じになっちゃってますね。まだ誰も釣ってないし、まともなバイトも誰も得てないという状態です。雨がねちょっと上がってきて、すごく蒸し暑くなってきました。風もなくてね、こんな感じですね。水も下がってきてる感じなのかな。ちょっとね、刻一刻と状況が変わっている、そんな感じの今のご参加の感じです。これ転んだらやばいな。危ない危ない。やばい、ジグザグやばいです。そこ行けってこと？マジやばい。お、食ってるやん。ナイス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 、オッケーオッケーオッケー、デビルズで、よし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 よ
ショットで食ったね。やったよ。これキーパーあるんじゃないの。キャッチキャッチ。わあすごい。釣りました。すげえ。キーパーギリギリかこれ。あ全然あるね。あ全然ある。全然あるね。やばい。30センチ超えてるね。すごい。当てます。はい。32だね。32センチ。32センチ。うい。うわ。3時ぐらいかな今。ようやく一本釣ることができました。水門に落とし込んで、ラインが走るっていう。手堅い釣り。もう一匹いねえかな、もう一匹。2発目。あらららら。OK、OK、OK、サイズアップ、サイズアップ。サイズアップでございます。サイズアップでございます。デビルズテール 3.5。はたまた2本目。頼む。よっしゃー。ほら、連発。来たね。言ってた通りね。こういうタイミングが来るのよね。しかもサイズアップでございます。さあ店に行きますか。キムさんたちにしれっとしれっと、もう一匹おりました。マジ？もう一匹おりました。ちょっとサイズアップ。すごい。え、マジですか。いや立て続けに。すげえ。ついたやべえ。連続連発すごい。ただね、ちょっとこれはマジっすか。ポンついていけ。ポイントついていけ。それしかねえ。マジか。33は超えてるね。 4までいってるか。ほら34ね。ちっちゃいけど見えます。発見。脳進化で狙う。バイトしてきたけどなぁ。結構シビアだね。よっしゃー、来たぜ。今度は脳進化、愛字引きできた。マジっすか。あれこれ25センチないかな。やばい。キーパーこぴったり、これほらあるあるある。ほらうわー25センチ。ね、マジか。ほらあるね。ジーコさんこれでリミットメイク。うわーマジか、すげえ。うわーさすがです。来た。おお。いや。さすが。やった。やった。めっちゃ嬉しい。よかった。やった。ナイスヒット。やった。イエーイ。よかった。あのスト 3.5。あのスト 3.5。スカッパノン。それあと2匹釣ったら紹介せますよ。きつい。まだあと30分ぐらいありますけど。やったやったやった。綺麗な魚。やった。
めっちゃ嬉しい。33です。33。やりました、キムさん。やりました。イエーイ。ジグさん、お疲れ様でした。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 もう乾杯です。さすが、もう連発でね、ポンポンポンって出して、もうその時もう顔が青ざめましたね。マジかと思って。なんとかでも1匹しかあげれなかった。全然勝負にならなかった。いや、よかった。ありがとうございます。いやいやあと30分ぐらいやってたので。やっぱ、状況判断とか、やっぱすごいっすね。いやいや、まあ、たまたまっすよ。本当ですか。なんか、だいぶ状況判断してます。さすがだな。僕らはやっぱ、なんか今までの経験上しかなかったんですけど、やっぱり新しいフィールドでポンってやっていくのは、すごい、さすがでした、もう、はい、感動しました、ちょっと、まあ、まあ、これで一生いっぱいです、ね、そうですね、そうですね、ですね本当ですねまあ、これでドローっていう感じ、そうですね、うん、またちょっと、よろしくお願いします、再戦を、はい近いうちにやりますか、はい、ありがとうございます、お願いします多分また勝ちますけどいや、もう、僕らも負けませんよ釣った時にちょっと腕磨いておきますので、はいはい、よろしくお願いします。今日は楽しかったです。はい、ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。